はい、ゆっきーです。今回はですね、こちら購入いたしました。こちらはですね、泉という会社の、電動シェーバーなんですが、2000円、アマゾンで2000円以下ぐらいで売ってるんですが、そちらでですね、ウェットシェービング、まあ、一枚刃とかのに比べて、あの電動シェーバーっていうのは、まあ、どんぐらい剃れるのか、ね、どうね、まあ、逆に言ったらこう三枚刃なんですけど、これはね、これで、まあ、どれぐらいね、あの太刀打ち、もう電動シェーバーの方が、まあ最近の電動シェーバーはどれぐらい剃れるのか、ね、一枚刃の方が当然深剃りはできると思ってはいるんですが、まあこちらね、はい、まあ、どれぐらいね、剃れるのかということで、ちょっとこれでね剃っていきたいと思います。まあ比較はね、まあ自分のこの感覚ですね、感覚ね、自分の感覚でちょっと測らせてもらいますが、多分意外と最近のだったら意外と剃れるんじゃない、意外と深剃りできたりしてね、ちょっとねここら辺がね微妙にね、ここなぜかね電動シェーバーでねちょっと血が出ちゃったって、まあ、感じなんですが、思った以上にかなり剃れますね。あ、ちょっとやっぱり血出てるわ、すごい。
なんか血出るぐらい結構最近のって割とあれっすね、深剃りできるんだ、すごいびっくり。あのね、剃ってみた感じすげえ深剃りできる。一枚刃に比べると、正直なところ、あ、これ大して深剃りできねえなっていう感想で終わろうと思ったんですけど、普通に深剃りできてますね。はい、普通に。もうあのぶっちゃけて言うと結構ヒリヒリします。うん、でかなり深剃りできてます。あの一枚刃とかであのやるのと多分謙遜ないですね、ほとんど変わんない。むしろ下手したらこっちの方があの肌がこう傷つかないで、まあ、そんなにちょっとだけあれだけど血入れたけどね、うん、これ案外剃れるんだなっていうのがよくわかりました。もうねここら辺チュルチュルになった、チュルチュルになって、本当にここら辺もう全体的にもうチュルチュルになる、うん、すげえな最近のヒゲ剃り。電動でもいけるな、うん、これはね、まあ、ヒゲ剃りを楽しんでやるっていう、まあ、電動だとやっぱり、なんとなく作業になっちゃうじゃないですか。まあ、なんで、まあ、そういった意味だと、まあでも時間ない時とかね、まあ、全然これでいけますね。うん。一枚刃とかで、シェービングするよか、こっちの方が、綺麗に剃れて、まあ、ただちょっとチクチクはするんだけどね、俺結構肌弱いんで、まあその後はちょっとアフターシェービングローションとか塗ればまあなんとかなるとは思うんで、これはそうっすね、5つ星。これ2000円ですよ。これこちら、泉っていう泉、あのパナソニックとかじゃないんだけど、あのアマゾンでねに、売れ筋、電動シェーバーの売れ筋2位か3位ぐらいですね。にあるんで。こちらはおすすめ5つ星です。ご視聴ありがとうございました。